今回はですね、こちらの神妖怪を使ってミステリーレジェンドのしばらくとバトルしたいと思います。ちなみにしばらくとかノストラダマスとプレイするには怪しい地下室何回もプレイしてストーンをゲットする必要があります。しばらくの迷宮、ヌーパーツのお宝メモがしばらくね、そしてありがたい漢方に神経験値玉出動。いっぱいだからヌーパーツゲットしないとだよね。神妖怪の覚醒エンマに覚醒ヒノシン、そして七福神妖怪のビシャモンテンエビス、いわゆる神妖怪のパーティーでレッツゴー。これ結構バランス良くない？まずですね、覚醒ヒノシン様が全てのマップを表示してくれるし、ヒーラーのエビス HP 回復でしょ、ビシャモンテンも結構強いし、あ、結構宝箱いっぱい、最高。目標ヌーパーツ10個で変わった。ヌーパーツ1個目ゲット。やばい、残り時間22秒、しばらくの迷宮5階に行きます。いよいよラスボスのしばらくとバトル、強いかな、出た。あれ一瞬消えた、なんかめっちゃ飛び跳ねてる、強そう、怖い。様子を見て必殺技魔眼極滅波、外れた。飛び跳ねてるね、やっぱ腕4本、すごー、髪の毛長。やっぱアチュラにちょっと似てるかな、肌の色水色か。覚醒ヒノシンとかの必殺技、うわ怖っ、めっちゃつきまくってる。必殺技危な、覚醒ヒノシンのメガヒットオンレービーム、あめっちゃ当たった、最高。神の刃、そして攻撃、もうちょいもうちょいでしばらく撃破、撃破。これでヌーパーツの数は6個ですね。ヌーパーツ6個でしばらくゲットなるか。ミステリーレジェンド、ゲットしときたい。今回ヌーパーツ集めるの結構苦労したな。脱出。はい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 、経験値は12731。あ、しばらくゲットできた2体、やったね。最初はレベル1で S ランク勇まし族、必殺技が芝居太郎か。連続攻撃を叩き込み敵に大ダメージを与える、威力 40×10 だって、すげー。神経験値玉が4つ、バシュン。え、竜巻に巻き込まれた、こえんだこえんだこえんだ。しばらくの必殺技本じゃ使ってみよう、これで。あ、手前の2列か、当たらないけど必殺技発動。ツン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 、芝居太郎か。もろ